はい、ご存知、橋本でございます。今回ですねうなぎに、ファミリーで来ておりますけども、まずねカコンと当たったと思ったら入れたのがはい、フグでーすということでね、またうなぎ釣りの方やっていきましょう。ということで、今回のね、うなぎ釣りなんですけど、ちょっとね、試みをしてみまして、うなぎと、あと餌、うなぎじゃねえ。餌ね、今までドバミミズの方利用してたんですけども、今回ね、ああいうの切り身っていうのをね、ちょっと使ってみたいなと思って、やっております。やはりね、ミミズ、なかなかね、触るのが苦手な方もいらっしゃいますしね、手汚れるんですよね。で、どっちが釣れるかちょっとやってみたいと思います。見て。はい、今ですね、なんか突如ね、前あたりもなくね、おかしいのがちょっとかかってます。で、ドラグめちゃくちゃ出されて、今回収してるんですけど、そっちの仕掛けもかかっちゃってかな。おっと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 、なんだろう、釣り上げてとりあえず今結構近くまで来ましたけど、なんでしょう。あー、そっちも結局引っかかっちゃってるな、仕掛けが。待って、ぐちゃぐちゃだ、多分。待って、助けー。よしよしよし、引っかかってるね。網かな、網。違う、ここにかかってた。何がかかってたの、なんだろうね。よし、このパン取れてきます。ただね、ちょっとこっちの仕掛けがね、絡んでるから、それで糸切れしたくないな。なんだろう、ちょっとまだ魚影見えないですけど、でもだいぶ早く引っ張って、うん、おお。こっちね、アユかけてたところなんです。首振るな。シーバス？シーバスでももうちょい荒い引き方すると思うんですけど、サメだ、サメ。怖いよ、サメ。上がってこね。サメかもだって。サメだ。おそらくサメでしょう。全然上がってこない。これ100年経つんじゃん。ほら、べったりで上がってこない。ねえねえ、ママこれサメだよ。それ早く見たいよ。頑張ってます。強いね。おー、またちょっとさ、ごめん、これガーって回収しよう。
引っかかってるじゃん。なんか釣れた。また船。船しかかかんねえな。曲がる。見て。オッケーオッケー。曲がる。オッケー、上がる。ちょっと船さんすいませんね。何なのか。はいよ。上がってきました。多分。ほらやっぱりいいだ。見たい見たい。ほらほら見える見える。撮って。ほらほら来た。えどこどこ。あ、いるいるいる。すげえすげえ。でかいでかい。流れててピョン。いや無理だろ。大きいね。いやマジででかいわ。上がんねこれ。ほあ網？網もいら。つむさん見る？はい、おいで、おいで。いや、すごいでかっ。やっぱりだったか。よし、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 よし。でかすごいね。すごい。これ、尻尾に毒あるやつ、うん、あ、危ないね、じゃあ。あげると危ないね。魚の切り身だとこれ来んのか。なるほどね、魚の切り身だとこれが来んのか。本当に。いや参ったな。どうやってあれするの。あとは切る。よし。はい、これをね尻尾にね、毒が、毒針がありますんで絶対ね、触らないよ。悪いですけど、はい、切れました。ちょっと、どこ行ったバイバイ。はぁ、あ、行っちゃった。行っちゃった。オッケー。はい、ということでご覧いただきましたように、昨日の夜はねエイトのね、死闘をね繰り広げてまいりました。で肝心のウナギはっていうとダメですよね。もうああなっちゃうと、もうなんでだろう、わからない。ウナギはということで、今回のようなねことがあるんで、あれかかったのはアユの切り身の方なんですよ。やっぱアユなんていうんですね、魚の動物系のこの餌だとああいう危険性もあるのかなとね、思っちゃったんで、まあやっぱミミズでいいのかな。はい、ということで、最後までご覧いただき誠にありがとうございました。必ずね、今度は釣ってまいりますんで、ぜひね、飽きずにご覧になっていただければと思います。以上、フォーカラーズ橋本でございました。